はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日もですね、チャット g p t と、そして今、画面にある、ステーブルディフュージョン。これを使ってですね、お絵かきをしていきたいと思いますが、まあ、お絵かきの解説動画というのはたくさんありますけれども、僕の本業は、音楽スタジオ、そして DTM のプラグインなどを解説する YouTuber でもありますので、 ちょっと音楽に特化したようなね、今画面にライブの映像がありますけれども、こういうのをどのようにして書いていけばいいかっていうのをやりたいと思います。その折にですね、少し工夫がありますので、よく見ておいてください。それではですね、この画面は チャット GPT の画面です。新しいチャットを始めたいと思います。はい。このチャット GPT にステーブルディフュージョンのプロンプトを書いてもらうようにします。その時に少し工夫がありますので、僕はこのようにちょっとメモ帳にですね、こんな感じですね。いつもパッと出しやすいように、こういう風に書いてあります。使いたいようにね。これでですね、 音楽、ロックバンドのステージで、ここであえて2行に皆さんにわかりやすく、この下のところは呪文のようにですね、これを覚えておくといいです。同じじゃなくてもいいですけれども、ここの書いてというのもですね、少し工夫をしまして、過剰書きでと、このようにしておくとよりいいと思います。ステーブルディフュージョンのキーワードを英語で なおかつ、過剰書きで書いてほしいと。で、ここの文章だけを変えればいいということですね。皆さんがミュージックビデオなんかを作ると思うんですね。その時に素材が欲しいじゃないですか。ですから、このように音楽のロックバンドのステージとかいうふうにします。そうしまして、これをチャット GPT に投げかけます。コピーしてきまして、はい。 このように書きますをつけておいた方がいいかもわかりませんそうしましてはいこのようにリストができましたねこのリストをコピーしてですねそして先ほどの ここですね。ステーブルディフュージョンの方に貼り付けます。ここですね。すべてを選択してもう一度書き直します。そうしまして、この黒いボタンですね。これを押すと、ちょっとしばらくですね、この灰色の画面がずっと右に進んでいきます。はい。どうでしょうか。このようにですね、映像が作られます。 まあ、いかにもロックっぽいですよね。はい。これが一つ目です。いろんなことができます。例えば、ここで、エレキギターと、はい。エレキギターとアンプの絵のという風にしてみました。これでコピーをします。そうしまして、またチャット GPT に投げかけます。 はいこのようになってくれましたねこれをまたコピーしますそうしましてこちらに来まして全てを選択しますねこうやってそして貼り付けこうしましてまたボタンを押します はいちょっと今回はエレキギターが出てきませんでしたね。これをどうにかしてエレキギターとアンプの絵を一緒にですねやりたいと思いますのでアンプの絵の前にとかやってみましょうか。 アンプ画像の前にエレキギターがあるようなというふうにしてみますうまくいくかどうかは全く僕も分かりませんはいチャット GPT に聞いてみますはい今度はうまくいってくれるかな あダメでしたね。じゃあちょっと質問を変えてみましょう。エレキギターがあるようなライブバーのこんなふうにやってみましょう。ここに画像を足してみましょうね。 はいこれではいはいなんかちょっと僕のイメージになってきたんですよねはいこんなふうにもなりますし例えばここまでが全く一緒でですねまああのポップですねポップ風にと このように書きました。これをやりますとちょっとポップを取り違えたかもわかりませんのでまあこのまま貼ってみましょう。 ポップスと間違ってないかなと思ってるんです。はい、まあでもポップ風になりましたね。ちょっとここを日本語のチラシ風にというふうにしてみます。まあここで変えるのもいいですし、ちょっと応用としましては、チャット GPT というのはですね、この質問に対して。 ここで、で編集もできますね。はいこれで「セーブサブミット」というボタンを押しますと質問の内容を切り替えることができますはいちょっと多くなりましたね15になりました そうしましたらこれをコピってそしてこちらに持ってきます選択を全てして貼り付けますおおやっぱりチラシというのが効きましたねもうチラシになってますよねこんな感じでですねグラフィックの部分を変えることこういうことが できます。このように文字まで来てしまってますのでここに黒いですね四角を書いてそしてグラフィックソフトでですね字をもう一度打ち直すというようなことをすればいいわけですちょっとやってみましょうね、えー、例えばこの絵を画像をコピーというふうにしますよねそうしまして新たなページを作ってみますここにですねポップができた時はですねこの 半分かから左だけをううまく使うとかですね、ここにこんな枠を作ってですね、えー、ちょっとかっこよく黒くしましょうか。はい、そうしましてここに文字を打つと今はちょっと適当にさせていただきますけれどもこのようにデザインをしていくというようなこともできるんではないでしょうか。 今まで本当に画像というのがですね、なかなか思った画像がなくてですね、まあこちらの方に、この僕が使っているアフィニティデザイナーというソフトはですね、こちらのところにストック画像がないわけでもないんですが、まあ例えばここでも10個とか20個とか限られてしまいますよね。そしてドラムだけの写真とか言えばですね、もういくつか限られてしまいます。 ですから今ここにエレキギターがあるようなというのがですがドラムがに変えますよね、ね。ここねこれで投げかけるとですね 一番上の行にドラムセットというふうになってますよね。はい、まだこれは先ほどのチラシというのが生きてますので、チラシ風になると思います。コピーします。まあ、早いのが嬉しいですよね。このスピードです。僕のパソコン遅いですけれどもですね。 えー、こんな感じに。いいじゃないですか。もうそのまま使えますよね。はい。ドラムのこのリアルさ。これもいいですね。こうやって個別にも見れます。おー。こんな絵描こうと思ったら何日かかるかって感じですよね。皆さんもぜひ使ってみてください。サイトの URL は概要欄にも貼っておきますので、特にミュージシャンの皆さん、 もしくは音楽ライブなどを企画している皆さん、YouTube で動画を上げている方、こういう方にはとっても素敵な人工知能のお絵かきソフトだと思います。英語でプロンプトを入れないといけないのをですね、チャット GPT に作ってもらってですね、リストアップしてもらうということをすれば、このようにとってもかっこいい絵ができるようになります。村長スタジオでした。